アボカドダイビング史上、最も美しいオープニングではないでしょうか。今日はタイ、プーケットの南にあるラチャヤイ島の人気ポイント、ベイワンデダイビングの様子をご紹介します。ご覧ください。今日、ダイビングしているラチャヤイ島は、プーケットから船で1時間30分ぐらいの場所にあります。そして島の東側と西側にポイントがあります。このベイワンは島の東側にあります。どちらかというと、東側の方が透明度が高いことが多いそうですよ。それでも、今日は少し濁っているようですね。緑っぽい感じもあります。沖縄、ケラマのような青さを期待しない方がいいのかもしれません。それはそうと、見ていただいているように人工の魚礁を作って魚を集めていますね。もう一つ、人気の理由は、船を沈めているんです。いわゆる、レッグダイビングができます。深潜というと、30メートルとか、深い場所に沈んでいる印象ありませんか？深いので、30分ぐらいしか潜れないこと多いイメージありませんか？けど、ここは深くて20メートルぐらいです。今回のダイビングも、50分以上潜ることができました。一方で、まだ、沈めてから日数が経っていないのか、まだまだ、サンゴとかが少ないですね。そのせいで、魚もまだまだ少ない感じします。これから長い年月をかけて、育てていくポイントなんでしょうね。階段とか、いろいろな形がしっかりわかりますよ。まだ、10年ぐらいなのかな。行くの忘れちゃいました。どのぐらいの年月が経ったら、うっそうとしたソフトコーラルとかに覆われるんでしょう。ソフトコーラルとかぎっしり生えると、もっと薄暗くて雰囲気が出てきますよね。ここはトイレですね。まだまだ生々しい。あまり大きい船ではないですが、全体が見渡せるちょうどいい大きさですね。動画や写真に撮りやすいサイズ。前回には群れもできています。それにしても20メートルだと、こんなに明るいんですね。太陽が眩しい、というほどではないですが、仙台ならライトがなくても楽しめそうです。また、人工魚礁に来ました。最初の人工魚礁よりも、こっちの方が、年月が経っている感じします。密集もしていますね。そのおかげで、さっきよりも魚が多い気がします。実は、あまり音が拾えてないですが、ガンガン、タンクをぶつけながら進んでます。ふざけすぎました。怒られるよね。人工的なものばかりではなくて、こんな感じで天然物もあるんですよ。さっそうとかマスが通り過ぎていきます。圧巻、ワイド派、GoPro 派が好きになるポイントです。間違いない。そして、最後は、パソコンのスクリーンセーバーにしたい。仕事しないで、ずっと眺めちゃいそう。これぞ、楽園。